はいどうも、とんちゃんです。笑顔の認証店、今治市のね、ここは山地になるんかな、ラーメンなるさん来ております。事前にね、交渉というかお話をしてありますんで、もうそのまま入っていきたいと思います。店内やってまいりました。こういうのを、ね、正面に置かれております。消毒の感じですね。笑顔の認証店のページです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。コラボね、ファンデーション仕切られております。店内もこんな感じでカウンターとかファンデーションしっかり設置もされております。はい、オーナーの鈴木オーナーです。よろしくお願いします。まあ、ここはどのぐらいやっとるんですかね。今3月で6年目になります。6年目ですかね。2016年を3月。なるほど。松山の方にも今おられるんですか。松山も空いてるんですけれども、はい、たまに松山も行ってます。なるほど。どんなですかコロナ。正直正直もうこんなに長引くとはっていうのとあとこんなに急激にその日その日の売り上げに変化が訪れないかと。そうですよね。なんか、まあ、予定が立たんっていうのが一番ですよね。そうですね。あ、まあでもこれもね、辛抱してやらんといかんと思いますし。そうですね。はい、早速ですけど、はい、ちょっとメニューの方を見させてもらってもいいですかね。どうぞ。はい、はい、メニューこんな感じとなっております。多いですね。店内を見させてもらったんですけど、ここでテーブル席、座敷とかもあるし、これなんかこんな気遣いまでありますよ、これ。ちなみに一番人気は何なんですか。あ、こ焦がし味噌ラーメン、高松で2011年の4月に独立しまして、はいはい、で、もともと地元今治なんですけれども、はいはい、で、去年まで今治のラーメン屋さんで働いてました。え、香川は？で、香川でお店を出したんですか。出したんです。へー。どうせだったら、はい、その地元じゃないところで腕試しっていうことで頑張って、なぜか腕うどん店に行って香川に行ってで独立したと。独立しました。そして満を持してできたのが、いや、もう満を持してじゃなくて、その時にこれでもうボロボロにやられたんです。え、どういうことですか。もう潰れる直前まで。ただ1年に、まあ言うたら受け入れてもらえなかったということなんですか。受け入れてもらえなかったか、お客さんが全然入らなかった。へえ、そんな苦労されている。だから今だから笑い話が出てる。なるほど。12年前ですね。はあはあはあ、ものすごく寒い日が行ってた。で、その日にどうしても味噌ラーメン食べたかったんですよ。はいはいはい、自分で作ろうと思って、はい、そのうちの味噌を調合して、はい、できたのが焦がし味噌ラーメン。そこで生まれたわけですね。そうです。なるほど。失敗と知恵から生まれた、失敗というか、まあ窮地に追い込まれて、はい、なるほど。これ早速これいただいていいですか。いただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。焦がし味噌ラーメン今作ってもらってます。はい、焦がし味噌ラーメンです。すごい細麺なんですね。細麺です。一番細麺。あ、そうなんですか。うん、
し味噌ってどういうことなんですか。そのままえ味噌自体を凍らしていって、うん、香ばしさとか風味を上げていく、焼くような感じで焦がす。そうです、焼くような感じ。なかなかないですよね、焦がし味噌とかって。そうですね、なんか面倒くさくて作った。その味噌ラーメンを作るのに焦がすのが面倒くさい。で、それを入れたら早く取ってる、そういった発想。なるほど。もう作るのが面倒くさいから、それだったらフライパンの中に入れて、ね、スープ入れたら味噌も温まるから、スープもこう絡みじゃないですか。じゃあ一回一回その味噌をやっぱりさっき炒めとか焼いて、そこにスープ入れて、その発想ないですね、なかなか。これがニンニクチップです。じゃあちょっと卵、卵終わります。また違った卵大丈夫ですね。大会で優勝してるんです。何で優勝してるんですか。神戸の、え神戸の大会に。あ、それを聞いたことありますか。その神戸三宮の麺ロードというところなんですけど、うんうん、そこでガチンコ売り上げ勝負というのをしてたんですね。神戸の超有名店と、うん、大阪の超有名店と、うん、そして、うん、はいはい、そこにうちを当てられてて、たまたま当て馬みたいな感じ。そうです。第3回なので一般審査員を入れてしまうじゃないかということで、大きく関西テレビとか来て大きなこう規模になっちゃったんです。たまたま票が割れてしもたわけや。そしたらうちがダントツ1位やったんです。勝やったんです。ほうなんすか。これがで優秀は誰やらって言うんですけど、うん、もう僕はもう当て馬にされてると思ったから、うん、とりあえず番号が1、2、3って言われてて、うん、僕らが1番だったんですね。審査員の人が、うん、番号で言ってくれたんですが、うん、1番って言ったら、え？え？これみたいな。うち当たり前じゃなかったね。ほうなんや。え、これ神戸三地下八番街メンロード、はい、でガチンコ真剣勝負、これが一番市場に立つ。へー、なんかこのサクセスストーリーすごいですね。そう、なぜ香川で出した時には全然お客さんが来なかったっていうのに。面白い話みたいかんけど、すごい話あるんですね、そんな話。そう、だからあの僕もあのこれ以外にも島なみラーメンと、はいはい、これ見ました。これうち勝手なご当地にしてるんですけど、はい、今治産の鶏ガラが、うん、博多の塩、はい、ここまで愛媛の、あの今治なんですね、はい、でこの先に愛媛の真面目な二三回じゃないですね。はい、使ってるのは。それは愛媛のラーメンにならないかなっていうので、おお、多分これあの多分知らない方がいっぱいいると思う。そうですね。これでちょっと押しときましょう。押しときます。大した再生数でもないけど。そうですね。二三回中で何人出てるんですかね。おお、それはえやっぱりこう柑橘の風味あるんですか、やっぱり。ありがとう。横だれの代わりに使ってる。え、あんな。え、これが返しってこと？まあ、ベースは塩味ですから、あの、はいはい、だからそのベースの塩味プラス、うん、この柑橘をギュッと入れて、そのままにスープを入れて、ちょっと、もう作れないですか？いや、作りますよ。ちょっと作ってもらっていいですか？すみません。本当は1杯だけ食べるよってやったけど、今日2杯目いきます。すみません、はい、すみません、無理言ってすみません。アイディア的に素晴らしいと思う。これです、しまなみラーメン。はい、ありがとうございます。無理言ってすみません。いい、大丈夫です。これがしまなみラーメン、こだわったラーメンで、スープはこれもうほぼ透明に近いな。これこんな感じ。ちょっとこれ新しいわ、いいですか。え、何かの形に。どうなんですか。で、これこの状態でいいのか。いいですか。え、適当ですけど。何の形になったんですか。これみかんなんです。あー、ほんとや。これがなんていうのかな、ヘタというか、これみかんで、これは何ですか。人参ね。
練ったスープ。うん。うん。これ、あ、本当や。風味がある。なんか出てます。最初冗談で、なんかね、俺のスープ、スープ飲んだから、別に冗談です。うん。冗談で言ったから、じゃあやってみようってことで、やってみたんです。うん。そしたら、意外と、豚骨スープなんですから、これ豚骨が見てなくて、あ、負けてしまう。鶏ガラに入れてしまうと、鶏ガラに入れたら、意外といけそうな感じになって、あー、これベース塩に変えたらいけるかもっていうので、なんていうの、こうすごいさっぱりというか、うん、ね、もともとそう塩系、塩ラーメンっぽい感じだけど、それに風味があって、うん、ちょっと胡椒で、胡椒はですね、ちょっと、はい、これじゃないらしい。あ、そっちの方が粗挽きじゃない方が、そう、はい、あ、もうこれでまた激変しますね、これ。そうですね。いや、あの、なんですかね、本当に。そう。はい、というわけで今日ラーメンなるさんを来させてもらいました。いっぱいの予定を2杯食べました。両方ともオリジナルなラーメン食べました。もうここの完全オリジナル味噌と、塩ラーメンというかね、しまなみラーメン、塩ラーメン2種類食べました。両方ともね、うん、なんていうかな、まあ個性があるんやけど、なんていうかな、思いつかんっていうかな、ね、なかなかよく言われますね。僕作ってるの適当にしか作ってないんですけど、言うていいですか、適当適当っていうのは、その何ですかね、いい加減なっていうのと適当っていうのはまた違うんですけど、はいはいはい、ニュアンスを柔らかくするような感じですかね、いろいろチャレンジ僕も結構やるんですよ、はい、やってみて、まあ、かかとやめようみたいな、なんか僕の場合は味がなんか数字が出てくるんで、頭の中にこれとこれを合わせたら多分こうなるやろうなみたいな、それがなんとなくこう、自分の経験と下積みとデータとそこら辺が全部頭に入っとるわけですね。そうですね、はい、今後も期待ですね、新しいラーメン、はい、というわけで、はい、なるさん、はい、松山の方も、はい、2軒持ちやと儲かるときは儲かるけど、あかんときはしんどいからね。今やばいですよ。やばいですよ。本当にね。行くのになってからもう本当に、うん、全然、そのね、今割はお客さんついてくれてますけど、松山はまだまだ知名度もない店なんで。ああ、なるほど。そういう分で言ったら。あと、やっぱり真面目にやっとったら、何かええことはあるよっていうのはもう過去にそれをもう実証済みですからね。もうそこら辺は、はい、お互い頑張っていきましょう。はい、今日はどうもありがとうございました。